はい、どうも皆さんご視聴ありがとうございます。つくもの坂田です。よろしくお願いいたします。今回はですね、靴学とか結構マニアックな動画上げてるよねっていう風にですね、知り合いに言われまして、あ、そうか、ブランドの紹介ってマニアックだったんだと思いましてですね、じゃあまず何やったらこう、なんていうんですか、ライトユーザーにも楽しんでいただけるんだろうとか思った時にですね、靴の種類、靴の TPO みたいなところどうだろうということで、今回は靴の TPO になります。はい、今ですね、いろんな靴をこう並べて、一足ずつ、片足ずつ、並べてるわけなんですけれども、まあ、靴ってそもそも結構いろんな種類があるように見えて、大きく分けて2つなわけなんですね。で、それが、外羽なのか内羽なのかなんですけれども、じゃあまず外羽と内羽って何っていうところからまず話していきますね。はい、まずはこちらを見ていただきたいんですけれども、どっちが外羽か内羽か分かりますか？メダリオンっていうのはこの穴飾りなんですけどね、穴の飾りとかは全く気にしないでください。外羽、内羽っていうのはですね、ここが羽っていうんですよ。つまりここを羽っていうんですね。これ内側になってるでしょ、ここ出てないでしょ、ここつるっとしてるでしょ、でこっちちょっと出てるでしょ、これが外羽、これ内羽です。まあ大きく分けてこの2つしかないんですよ、靴っていうのは。で、何がどうなのかっていうと、内羽の方がフォーマルになります、外羽の方がカジュアルになりますね。なぜかというと、外羽の靴っていうのは結構ね、ポストマンシューズって言われたりするものに多く見られるラインなんですけど、野外で労働している、そのポストマンっていうのは郵便局員だから、あと軍用の靴とかに多いんですよ。フォーマルっていうのは冠婚葬祭とかに向いてるかどうかだから、そういう正式な場には軍用の靴とかがないよねっていうことで、なるべくこういうとこには内羽できましょうねっていう文化になってるわけなんですね。はい、で、内羽外羽の中にもいろいろなデザインがありまして、まずはですね、内羽外羽は気にせずにですね、他にもデザインの見分け方があるよってところを見ていただきたいんですけれども、まずはね、もうフォーマル、一番フォーマルな靴、この中から何か分かりますかね。これストレートチップですね。これはもう一般的にもうみんな知ってる靴の形だよね。もう一番分かりやすいよね。うん、なぜストレートチップっていうかっていうとですね、このチップっていうのはこのつま先のことを言うんですね。で、ここがストレートですよね、このステッチが。これ一文字って日本では言うんですけど、この部分がストレートなんでストレートチップって言われますね。もうこれはもうほんと多くの靴好きを魅了したデザインで、もうどこに行っても OK、 冠婚葬祭でこれ履いても全然いいですし、もう超万能、フォーマルからで、カジュアルでこれ履いてても全然ダサくないと思うし、なかなかいい靴ですね。次はですね、プルーントゥーっていうデザインになるんですけど、ちょっとデザイン画像にしますね。僕が持ってないんですよ。はい、でこのプルントゥーっていうのは、まあ、一枚革で作られているものはホールカットって言われるんですけど、まあとにかく飾りも一切ない。でステッチでこう飾りをつけるわけでもないし、穴飾りがあるわけでもないし、とにかく木型、そのラストの美しさだけで勝負するみたいな靴なんですね。だからすごいね、あの高級なあの靴屋さんとか行けば結構あると思うんですけど、なんですけどこれね、僕の見解で言うと足にもだいぶ影響があるかなって思っていて、まあ、木型と足がぴったり一緒で綺麗な足の形をしてる人だったら綺麗なまま履けるんですけど、なのでプルントゥー履いてる人はなかなか綺麗な足で羨ましいななんて思うんですけどね。で、それもフォーマルに入ります、だいぶ。で、プルントゥーはね、面白いのがね、ジャケパンとかに合わせてもすごい綺麗に決まるんですよ。なのでまあこれも結構万能型かな。てか、そもそもフォーマルなものっていうのはカジュアルに着崩してもかっこいいんですよ。はい、しかも、まあ、ルール違反ではないんですよ。失礼に当たらないっていう。これがまあ面白いところですよね。はい。あと、やっぱ歴史なんですよ。さっきもちょっと話しましたけど、外羽はポストマンシューズとかが多くて、とかっていう歴史から、あ、じゃあこれはフォーマルの時に使っていい、カジュアルの時に使っていいってなるわけなんですね。よかったら、チャンネル登録と高評価、あとはベルマークですね。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。